うん、置いといて。あ、大丈夫だな、今日。今日は大丈夫だね。通知送信し。通知来てましたよ、私の。来てましたね。うん。よし、じゃあ行きますね。はい。では収録開始します。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。そして今週は、ツイッターの方で予告をしましたが、ゲストさんが来ております。ご自身の声でどうぞ、はい、あの旦那のリク・カイ・クーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。というわけで始まりましたが、陸海空さん、はい、緊張してませんか？あの、緊張してますね。だいぶ緊張してるよね。はいガッチガチじゃん。キャンさん、台風の方いかがでしたか？台風ですね、まあ、あの僕昨日朝まで残るの覚悟してたんですけど、はい、台風の時放送しないといけないんで、はい、まあ目に入って以降雨も降らなくなりまして、あれあれなんか空振りというか、はい、大丈夫そうだなと思って深夜2時に帰りましたね。おお、それでもまあまあ遅い時間帯、うん、はい、まあまあまあ、でも一応やっぱり大事な情報はお伝えしないといけないんで。そうですよね。様子はちゃんと見て、これなら大丈夫そうだなと思って判断して帰りました。おお、ナイス判断だったかもしれませんよ。いや、ちょっと家のことも心配でしたんでね。まあそうですよね。はい、では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット5文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。というわけで早速、ツイキャスの方が来ておりますので紹介したいと思います。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。お疲れ様です。沖縄大好きさん、こんばん…てんてんはカープボイさん、サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ん？なんて書いてあるんだ。なんかいっぱい書いてますか。旦那さん。あ、旦那さん。旦那さん。旦那さん。なんて書いてあるのかな。お疲れ様でした。何の情報？はい。カープボイさん、お疲れ様です。ナルトラさんも来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。沖縄大好きさん、隣にいる方はもしかして、そう、もしかして、もしかするんですよ。うん、ワンデースタッフです。違うでしょ違うでしょ。ワンデーのスタッフです。違うでしょ。あ違うんかい。違うでしょ。カープボーイさん、陸海空さん、こんばんはと来ておりますよ。はい、ゆたしくです。ナッティーナチコさんも来ております。おつおつ夫婦ご夫婦と書かれてますね。では早速、曲の方に行きたいと思います。はい、お願いいたします。今日のテーマがと沿ったちょっと曲になっております。AKB48 チーム8で47の素敵な街へです。どうぞ。よいしょ。陸海空さん、お疲れ様でした。俺も帰っていいの？何が？ド緊張しすぎてやばいんでしょ。まあ40人目の前にして歌の先生、体操の先生やるよりが全然マシ。
そうそうなんですよ、沖縄大好きさん。都道府県がテーマかな。そうです、都道府県がテーマとなっております。飲むよ、どうぞどうぞどうぞって。明日仕事だよ。ほどほどに、うん、ほどほどにしてくださいね。はい、最近あれですよ、あの微アルコールのビールとかもあるので、明日仕事の時とかはいいです。ケピーってナチコが、ナチコがケピーって、ナッピーナチコさんが、ナチコナチコってもっと遊ぼうぜ遊ぼうぜ、どういうこと。今日はちょ先に来たのからやろうかな。まず聞こうかな。テーマ言った後に。俺に、うん、何を、行きたい場所、うん、行きたい都道府県の場所考えといてよって言ったでしょ。うん、うん、まあ、うん、第二のふるさと行ってやるよ。行ってくださいね。うん、お前こんな曲流したらもういろんなのが入ってくるだろう。だからわざとだのに、だからわざと都道府県の場所にしたからこれにしたんだよ。お結構行ってるよ全国。うん、だから今行きたいとこってば、今行きたい都道府県の場所。あは、うん、あんたの実家な、なんでよな、沖縄やし。やっぱあっちかな。ナチコがサッチーと遊ぶけど、うん、リックシャンシャイとは遊ばないって。リックシャンシャイでっちゅう。ナチコ、ナチコ、僕さ、夜さトイレ行くの怖くてからさ。もういいよ。もういいよ。あ、もういいか。もういいよ。もういいよ。ナチコ、もう終わり。それも夜やって、夜、はい、夜のツイキャスで、はいはい、そろそろ終わりますね。僕も FEC 中の時はたまに3歳児ありますけどね。はい、では間もなく終わります。ウケる。はい、あと10秒ぐらいです。はい、マイクあげます。はい、お聞きいただいたのは AKB48 チーム8で47の素敵な街へでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですかキャンさん。はい、大丈夫ですよ。今週のテーマは今行きたい都道府県の場所です。キャンさん、どっかありますか。今行きたいとこですか。今行きたい都道府県ですね。都道府県、僕はですね、東京都ですね。おお、東京、はい、東京のどことかあります。八王子です。なぜに八王子。日本で最大級のスケートパークがあるんですよ。ほうほうほう。で、そこのコンクリートパークで、まあ、人生の中で一度はちょっと滑って飛んでみたいなっていうのがあって。ああ、なるほど。はい、それで行ってみたいですね。うん、で、ちなみに旦那の陸海空さん、僕は神戸大震災があった翌年から14、15年神戸市にいたんですよ。はいはい。
そこで食べたやっぱ焼きそばが好きなので、やっぱ神戸市に行きたいかな。あのファッションもおしゃれだし、女性も綺麗な方がいっぱいいたので。こら、まさかナンパしに行こうっていう考えじゃないでしょうね。それもあるかな。あるんかい。奥さんの前で堂々と。あるんかい、堂々と言うなよ。大阪と京都とはちょっと違った、うん、そういう関西弁が大好きでしたね。ああ、なるほど。はい、以上です。以上です。なんか現場からは以上ですみたいな感じだな。今台風だからね。台風だからねって。ちなみに私が今行きたいところは、どこかなって思ったら、ユニバーサルって何？どこにある？リク。ユニバーサル？うん。大阪？大阪？兵庫？どっち？兵庫。兵庫？私ユニバーサル行きたいです。ユニバーサル。遊びに行きたい。ただそれだけなんだけど。ダメ？ダメ？甲子園はどこにある？え？甲子園？うん。兵庫でしょ？知っとんかい？知ってるよ。知ってるよ。大阪と言うと思ったのに。残念でした。はい、メールの方に行きたいと思います。なんと、今回募集したメールテーマがお二人かぶってる方がいらっしゃいましたので、珍しく、名古屋のダンサーズさんとナルトラさんがなんと一緒の場所に行きたいらしいんですね。同じ場所、島かな。なので、どうしようかな。いや、ダンサーズさんが行きましょう。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。どうもー。ありがとうございます。なんと言っても、東京都になります。東京って思った方は、あの東京ではないです。そうです、東京都、小笠原諸島の父島になります。東京の竹橋桟橋から船に乗ることになります。所要時間が24時間、1日じゃないですか。父島には空港がないのでこの方法しかないです。ここも沖縄と同様亜熱帯気候のようです。死ぬまでには行ってみたいところです。皆様は父島ご存知でしょうかと来ております。知ってますか、リックさん。名前はっていうか場所は聞いたことあるけど行ったことはないですね。行ったことはない。うん。多分父島。父島。自体が間違ってると思う。なんで？読み方が。ん？父島じゃないの？知らない。どっちやねん。まあいいや。まあいいや。まあいいや。うん。ではでは、次のメールに行きたいと思います。先ほど言ったナルトラさんですね。ナルトラさんも。大笠原諸島に行きたいっていうことで、れっきとした東京都です。沖縄と同じ小さな島々でアメリカに、投じされた歴史も持ちます。ただ飛行機がなく船でしか行けないので、まとまった休みがあればぜひ行きたいですね、うん、ってことで、来週ナルトラさんがなんとゲストに来ますので、ちょっと聞きたいなと思いますよ。ではでは次のメールに行きたいと思います。気まぐれラジオと来ております。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんみ。なんでよ。ツインクルちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、今行きたい都道府県の場所。千葉県にある東京ディズニーシーに行きたいです。ディズニーランドは行ったことあるのですが、ディズニーシーはないので行ってみたいです。どんな乗り物があるか気になりますと来ております。それはもうみんな気になりますよね。どんな乗り物があるか。あ、まあランドとシーではまた違うって言いますからね。うん、まあ私はトゥインクルちゃんさんとは逆で、うん、ディズニーランドがなくてシーはあるんですよ。うん、しかも修学旅行でっていう。うん。まあ、僕ならもう子供の国で泊まるかな。子供の国、沖縄市じゃん。
沖縄市じゃん。あ、でも子供の国って内地にもなかったんじゃなかったっけ。知らん。知らんのかい。うん、知らんのかい。ツイキャスの方で沖縄大好きさんが行きたい都道府県、静岡県の沼津市、東京都秋葉原、愛知県名古屋市、北海道札幌、あとパッと浮かんだのは茨城県と愛知県。なんて書かれてるんだ。インパライダーとネイガーに会ってみたいと来ておりますね。すごいね、いっぱいある。私でも一人旅結構してたんで、あんたはね、うん、AKB が好きで結構いろんなとこ行ってたんで。僕は仕事で結構いろんな都道府県行きましたけど。どこどこ行きましたか今まで。ね、沖縄。それそのままね。あ、今いるね、沖縄ね。あ、うん、沖縄、沖縄。こら、他の都道府県はないのかい。東京、静岡、うん、神戸、うん、あとは九州。九州どこ？九州もいっぱい。九州、博多？福岡？福岡かな。うん。そのぐらい。おー。ん？東京とか静岡から上は行ったことない。うん、あ、じゃあ千葉とか、うん、そういうところはまだ行ったことがないってことかな。うん、上には行ったことないね。やっぱさ、寒さに負けるね。北海道とかじゃなおさら行ったことないってこと？うん、行ったことないね。なるほど。あとは、なちこさんもそうですね、ランドはあるけど私は市ないって来てますね。カープボーイさん、横浜にある子供の国。おお、あるんだ横浜に。あるんだ。あるんだね。稽古場ついたからバイバイと来ております。いってらっしゃいカープボーイさん。次のメールに行きたいと思います。はい、お願いします。サッチー、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ヤンキチです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、今行きたい都道府県の場所。やっぱ、実家のある沖縄ですね。ここ最近では13年帰ってません。あら、13年も。ヤンキチさんってどこに住んでるのかなって私はメールを読みながら思ったんですけど。内地に住みられたらよ、うん、うん、そういう風になるわけよ。あ、沖縄帰りたいって。うん、うん、帰らなくてもいいわ。あ、そういうこと、うん、そういうことか。なるほど。次のメールに行きたいと思います。チェッカーズ無双さんから来ております。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。台風の影響は大丈夫でしたか？まあ大丈夫、まあ、うちは大丈夫だったね。だったね。私は2日、あ、飲みすぎて二日酔いで仕事して、そのご褒美にまた、飲んで、今日も元気いっぱいの二日酔いです。仲間がいる仲間。さて、行きたい都道府県ありすぎて迷う。昔から行きたいのは鳥取県。小さな頃からゲゲゲの鬼太郎が大好きで、沖縄で、水木しげる展が開催された時はすぐに行きました。水木しげる先生の出身地、には水木しげるロードがあるらしい。たまらん、絶対行きたいです。あとはあそこも行ってみたい、長崎の軍艦島。日本の大きな、なんて言ったっけ私これ、んなんて読んだっけ。日本の大きな、うん、ら、はい、廃墟も回ってみたいな。国内旅行は関西しか行ったことがない。かっこ、うちに住んでた、後に住んでたけど、かっこ、ま、から、に全国いろんなとこ行きたいですと来ております。うん、自転車乗って日本一周とかいいんじゃない？待って、それってどっかで聞いたことあるけど。今いるよ、沖縄にも。知ってるよ。2、3人。2、3人、うん、芸能人、うん、うん、
YouTuber から知らんけど。YouTuber ね。うん。あ、でもあれじゃない？あの、ROK の、あの、でかい人、でかい人っていうか、某パーソナリティも確か、失恋で日本一周したとか。ああ。あの人は、あの人でやらしとけ。やらしとけ。ナッティーナチコさんが、テーマとは関係ないけど、ゲストのリーク、バナナの謎はなぜ謎なのだって3回言って、なんでよ。バナナ、バナナ、バナナ。ごまかしたな。ごまかしたな。7回言ってさ、バナナ、バナナ。違う、違うでしょ。違うでしょ。7回言ったよ。言ってごらんって。ん？言ってごらんって。バナナの謎は？バナナの謎はまだ謎なのだ。バナナの謎はまだ謎なのだ。ね。バナナの謎はまだ謎なのだ。バナナの謎はまだ謎なのだ。バナナの謎はまだ謎なのだ。バナナの謎は、あの、何回言ったら気が済むの？ありがとう、止めてくれて。もうちょい言わそうかなと思ったんだよ。もういい加減いいかなって。ダメじゃんって。何がダメじゃんって。なちこさんが、なちこ、俺になんか放送禁止用語言わそうとしてるだろう。ダメだよ、言っちゃう。目の前のマイクも黄色いんだよ。あ、なんかダンサーズさんからまた来てますね。サッチーさん、リクカイクーさん、キャンチーこんばんは。こんばんは。こんばんは。名古屋のダンサーズでございます。どうもー。ダンサーズは、行ったことない都道府県があります。それは、長崎県、青森県、秋田県、茨城県になります。その中でも、青森県へ行ってみたいと思います。うん、なんと言っても、大間のマグロが有名ですね。マグロ。なんか、今日だったかな？なんかマグロの特集があった気がするけどな。うん、思いっきりマグロをいただきたいなと思ってます。その後はリンゴをデザートにいただきたいです。皆さんは青森県行ったことありますか？って来ております。ありますか、キャンさん。僕はですね、僕も千葉より北行ったことないんですよ。あ、なんか私と旦那の陸海くんもそうだけど、千葉より上行ったことない人多いですよね、意外に。うん、まあ、寒いところで行ったら岐阜は行ったことあるんですけど、岐阜ってもっと南側なんで。ああ、確かに意外とね、はい、そんなに上じゃないんです。うん、来地の冬より沖縄の冬の方が寒い。ああ、それ僕も感じますね。もう私ももうって言っても、私ちょっとしか冬経験したことないけどさ。東京でめちゃくちゃ大雪の時にしてた格好でも、うん、沖縄の海沿いでは耐えられませんでした。ああ、そうそうそう、やっぱね、風がね冷たくてね、はい、はいはいはい、体温奪われますよね。そうですよ。ツイキャスの方で沖縄大好きさんが、ちなみに名古屋が浮かんだ理由は、多分サッチーさんかリオッチさんの番組どちらかで話しましたが、元アイドル教室のメンバーに会いに行きたいからっすって来ておりますね。ナッティーナチコさん、北海道も、青森も良かったよ。確かにリンゴ苦手だけど、てんてんてん。青森も青森で、食べたリンゴは美味しかったと来ております。よかったね、ナチコ、島流しなって。島流しって。名古屋のダンサーズさんが、車で行った最北は、福島県ですよ。まあ、名古屋から福島ってなかなかですね。遠いっすね。埼玉の郷さん、サッチーと来ております。あ、郷さん、今月誕生日月って書かれてますね。陸海空さんってよ。誰が？名古屋の、あ、ない、あの、埼玉の郷さん。はい、会ったことないでーす。今度お会いしたら、チューしましょう。チューしましょうって。ではでは、そろそろお時間が近づいてきてますかね。はい。では、来週と再来週が2週撮りになりますので、
2週分の、テーマを今のうちでお伝えしたいと思います。お願いします。6月11日分放送分テーマがいいですか。はい、お願いします。相手方の相手の、好きなところ欠点です。まあそれを決めたのは陸海空さんなので。そう、あの夫婦とか友達同士、男の友達同士、女の友達同士の好きなところ、ちょっと嫌なところみたいなのを聞きたいなと思いまして。以上です。はい、はい、では再来週のテーマに行きたいと思います。はいはい、お願いします。好きなおにぎりの具材というのも、6月18日がおにぎりの日らしいので、皆さんに好きな具材を聞きたいと思います。まあ、いいですね。ちなみに私は、うん、よく食べるのはあれです、ツナマヨです。あと20秒です。はい、ツナマヨ1個潰れた。はい、僕行きます。いいですか。楽しみたいです。いいですか。もう20秒しかないよ。潰れたではでは、はい、また来週ナルトロさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間だな。あっという間だな。時間が足らん。大丈夫か俺みたいなのが、うん、これに来て。大丈夫よ。いや、面白い放送回になりましたね。ね。ありがとうございます。ひふみさんが、あい、旦那って。ひふみさんが、週に一回当たって会ってるからね。あい、旦那って。職場で。牛乳買うんかって、押し売りだからよ。ウケる。牛乳持ってくるさ。うん。それでパンも持ってるわけよ。ああ、持ってるね。最近パンも売ってるから、ひふみさん。うん。押し売りわらわら。押し売りわらわら。ラントさん、さっきさん来て。ラントさん、送ってくれればよかったのに。ド緊張だったでしょ、ずっと。なんか、いつもより喋ってないっていうか。あのよ。今、施設にさ、で、うん、霊で仕事してるさ、うん、40人を目の前にして一人でダンスしたりしてるさ、うん、それに比べたら、うん、全然緊張しない。よくさ、最初の時ガッチガチだったし。酒飲んでるからさ。そう、そう、助かるよ。隣の方は誰って、私の旦那です。旦那です。ハゲてないか。ハゲてないか。こらほら、旦那です。旦那の陸海くん。おワンデーのスタッフです。違うだろって。ただのあれだろ、リスナーだろ、ワンデーの。あれ持ってますよ。何？ヒープの T サージのシステムの分も。あたあた、何よ。いいよ、もう。もういいよ。回線つけてくの誰もや。突っ込んでくれないですよ。何を、何を知って誰か T シャツ？あ、分からないんじゃないの？当たり前さ。最近あれでまた変わってるよ。何が？あの T サージのやつ。うん。変わってるよ T シャツ。あ、多分国を知って誰かなのか知らん。俺的にはあんまりヒープには興味ない。興味ないんかい？うん。興味ないんかい？今日読まれた？うん。今日読まれてた。私なんか途中から聞かなかったけど。そのどんなかな、知らない。知らんって。なちこが、帰宅時はさっちまだ風強いから気をつけてねって来てる。うん、確かに。うん、大丈夫よ、転がないよ。なんでよ、あの動き飛ばされるんでしょ。うん、俺はガリガリだから。俺は細いからね、飛ばされるけどね。ガリガリだから、うん、あんたは飛ばされないよ。でも、もう少ししたら曲域に抜けますけどね。あ、そうなんだ。はい、早っ。ん？ん？何？なんて？なんでもない。終わるかな、そろそろ。あと20秒ぐらい。20秒。さっきリクを歩かせばいいさって。そうよ、歩行訓練しないとよ。なんでよや。もう介護が難しくなるわけよ。なんでよや。
ではまた来週、お疲れ様でした。コイン入ってました。キスしないよやつ。